こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は6月の一重と9月の一重、春と秋の一重でこんなに着物の色が違うということを、私が持っているカジュアルなシャレ物の一重の着物をご紹介しながらお話をしたいと思います。皆様は一重の着物としてどんな色をお持ちですか？そしてこれからどんな色を作ろうとなさっていますか？そんなことの参考にしていただければいいと思います。これからお着物を作ろうとなさる方には大いに参考にしていただけますし、今何枚か一重のお着物をお持ちの方にも、これから作るお着物として参考にしていただけると思います。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信していますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、一重というのは6月と9月です。ですから6月にも着られて9月にも着られる着物を着たいと思うのはみんな同じです。でも、じゃあそんな着物で本当に大丈夫なんでしょうか？そしてもし1枚目の一重を作るとしたら、どんな着物の色を選べばいいんでしょうか？私の場合をご紹介いたします。私が一番最初に作った一重はこれです。それはこの着物なんですね。これは塩沢紬と言いまして、黒でこの市松になっているお着物なんですね。まあ黒はかっこいいわ、これ作ろうと思って一番最初に作りました。これも大好きな一重の紬です。で、こういう黒になりますと特に季節はないですよね。6月に着てもいい、それから9月にも着ていいと思います。ただですね、塩沢となりますとやっぱりこうさらっとした風合いなので、9月よりも6月の方が一層季節に合うんですね。で、そして6月に着るには少し暗いなっていう感じは残ります。はい、やっぱり5月6月というのは日差しがとても明るいので、白っぽい着物の方がより日差しに合う、季節に合うわけです。ですから、まあでも黒い着物は、まあ、一年中着ることができるわという観点で、この黒は役に立ってくれています。で、それに対してですね、次に私が作ろうと思ったのは、白い着物が着たいなと思って白い紬を作りました。で、その白い紬は実は2枚作りました。いっぺんに2枚作ったのではなくて、増えていったということですね。その白い紬の2枚というのは、この置物ですね。まずこの置物で、米沢の紬です。このようにこう、線の織り模様がありますので、大変こうな感じがいたします。そしてもう1枚の紬はこちらです。これも米沢だと思うんですが、ゼンマイが入っている白い紬ですね。で、どちらも一重なんです。白い一重がそんなにいるかいなと思われるかもしれませんが、どちらも大活躍してくれています。で、この白い着物が大活躍するっていうのは人によって違ってくると思います。私の場合は大活躍していますね。で、このゼンマイが入った紬は、大学の同窓会が6月にあった時に着ていきまして、大変良かった、いい思い出になりました。このお着物に焦げ茶のすすきの柄の名古屋帯を締めました。で、同窓会って言いますと、そのこうチャペルで何十周年かの礼拝チャプリンがしてくださったりとか、それから同級生たちと食堂、第一学食とかっていうところでみんなでこう交流会をする記念式典もあるんですけれども、まあ基本的にはカジュアルですよね。カジュアルが少しきちんとしているっていう感じになって、何よりもそこで飲んだり食べたりいたしますし、それからその後どっか行こうよって言って居酒屋さんに行ったりしますよね。ですから、まあ付け下げではないなとなると、顧問かな、顧問じゃないな、やっぱり私は紬がいいかなと思ってこれにしまして、まあそれは正解だったな、私にとっては正解だったなと思います。それからこちらの着物はどういう時に着ているかと言いますと、やはりこちらの白と、この無地感覚の白と、それから柄がある白というのはかなり違うんですね。
無地感覚の白というのは無地感覚なので凛としてかっこよさはあるんですけど、こう冷たさがあるわけですね。フレンドリーな感じではないです。ですから、まあ私かっこいいでしょっていう、そういうふうにしたい時にこれを着る。ですが、もっとこうフレンドリーで、まあ皆さんご一緒に楽しいですねっていう時はこれを着るっていうふうに使い分けていて、どちらも大活躍してくれています。ですからこの2枚は私にとっては春に欠かせない、6月に欠かせない2枚になっています。ということで黒の次は白を作りました。しばらくしましたらやっぱりもっとこう白と黒じゃなくてもっと中間的な色が必要だなって思ったんですね。でそれは日差しが明るく強い時ばかりではないし、それから暗い時ばかりではなくて中間的な日差しの時っていうのはやっぱり中間的な色が合うんですね。ということでこれはお召しですけれども、こういう中間色のお召しを作りました。でこの色は私にとってはなんか普通な感じがして、ちょっと普通じゃない方がいいわっていう思うんですけど、でもとっても出番が多い色になりまして、いざという時とかには大活躍しました。いとこの写真展に行く時とか、なんかその清掃ではなく、それから砕けすぎないと改まって普段着っぽいっていう、ちょっとしたお出かけ着にぴったりなんですね。このお召しの、しまお召しの光沢感と、それからこの色合いが大変良かったです。でしまお召しっていうのは大変こう活用できるもので、この後私はもう一枚しまお召しを作っています。それはこれなんですね。この小豆色ので袖のたもとが濃くなっています。そして裾も濃くなっているので、付け下げ感覚で着ることができるお着物なんですね。で、これは秋には大変重宝しますし、付け下げ風になっているので、まあかっこいいわけですよ。お袖のたもとと裾が色が違うので、ちょっとした付け下げ風ということで、これも秋には大活躍ですね。ただやっぱり色が濃いので、春には着ないんです。春に着ない。それから、合わせではないので、合わせにはあんまり着ていないですね。着てもいいので、これから着ようかと思いますけれども、今あんまり一重の時だけなので、まあ、9月、10月に着ている着物ということになります。で、このようになりますと、なんか、ちょっと白かったり黒かったり中間だったりして、無地っぽい着物が多いわね。なんか柄物が着たいというふうに自分がなってくるんですね。で、柄物が着たいんですけど、そのコモンで柔らかものでガラガラっていうのはちょっと私には着にくい。江戸コモンとか持っていますけれども、柔らかものよりは紬の方が気軽に着られるという感じがするので、紬で柄があるもの、もっと色が華やかなのが着たいなと思っていました。で米沢に行きました時に工房をそれぞれ訪問しまして、派手な色ないですかってお聞きしたんですね。派手な色って何色ですかって聞かれたので、例えば緑とかって言ったら、これありますけどどうですかって言われて、それでこれを作りました。はい、これ絞り、米沢の絞りなんですけれども、まあ派手な色、明るい色、これいいのかしら、どうなのかしら、作ってみようかしらと思って作りました。はい、で、これ本当に派手なんですけど、でも、まあ、一重の時期の秋と春ですよね。だから、6月と9月には、やっぱ日差しにとてもよく合うので、このお着物は、割と本当に活躍してくれています。はい。これが私の一重の着物遍歴でした。このようにですね、何をお伝えしたいかっていうと、春と秋の一重は、着る色が違います。っていうことなんですね。春には白っぽい色がどなたにもよく合うと思います。白くて薄くて透明感が高い色ですね。で、それに対して9月の秋には濁った色、暗い色、くすんだ色が合うようになりますので、そんな色をお持ちになる方がいいんですね。今日は9月の4日です。9月の4日ですが、今日は雨が降ってどんよりして、もうちょっと ローの半襟とか透けたものを着る感じではないんですね。今日私が着ているのは夏大島ですけれども、ほとんど透けていません。そして
襟は塩瀬で、炉ではありません。そして帯は八寸の、これは先寄りの帯です。これは合わせで、普段使っているもの、普段っていうか合わせて使っているものを合わせました。こんな着姿が季節に合うようになってくるんですね。ですから帯一重の帯っていうのはなかなかないので、合わせの帯をもう使ってしまうとかっていうことも多いですし、そうなると合う帯は、こう合う着物は透け感のあるものではなくて、透け感があんまりないものの方が9月はやっぱり合うんですね。まあそんなこと言ってると大変じゃない？春は春で、秋は秋で、別々に作るのかしらっていうことになると思われるかもしれません。それに一重というのは短い季節ですし、着るかどうかわからないっていうこともありますよね。今年の6月と9月に一重の着物を着るかどうかわからないわ私って思いながら作るっていう、作った方がいいのかしら、作らなくていいのかしらって思いながら、いざその着なくちゃいけない時になったら、あ、着物がないとかっていうことになることも私も随分経験いたしましたが、もし作られるとすると、このようにいろんなものを私は作りまして、それぞれに使っています。これはライフスタイルとか利用頻度が皆様違いますので、ご自分の事情に合わせてお作りになったらよろしいと思います。中間色が一番活躍します。ただ中間色っていうのはやっぱり普通なので、普通じゃなくてもう少しこうスキッとしてかっこいい白とか、なんかおしゃれで、なんかこうもうすごく着物通に見える黒っぽい色とかって、そういうの着たくなりますよね。でそれが着物の楽しさなんです。ですから、まあできればいろいろお召しいただきたいし、それでその活用方法はこのようになりますよということをご紹介いたしました。日差しが変わるので合う色が変わってくるんです。でそれをこの白い着物を1枚作ったから、これで6月も9月も着ましょうというふうになさるのはちょっと厳しいところがあります。ただそのようになさるときは、例えばここが白だし、で秋の9月に着るとなったら、ここをですね、秋っぽい色、秋っぽい風合い、秋っぽい生地にする、それから色、小物のコーディネートも秋っぽくなさるということがいいかもしれません。ただそうするとこの白に対してここだけが秋っぽくなってしまうので、例えば半襟に薄茶色を入れるとかっていうふうになさると、もっとマッチングする、調和すると思います。春と秋の一重は日差しが違うと色が違いますので、その点に気をつけて着物選びをなさってください。皆様の参考になれば嬉しいです。今日の内容はいかがでしたでしょうか。ご意見やご感想をお寄せください。またご質問もお受けしております。ワンポイントメッセージ、はい、ワンポイントご連絡です。公開ライブというのを週1回やっておりまして、木曜日の夜21時から9時からですね、1時間ほどやらせていただいておりますが、それをこれ今後は金曜日に変えさせていただきます。となりますと、次回の公開ライブは9月の10日になります。9月の10日の金曜日の夜21時から1時間やらせていただきますので、ぜひご参加ください。はい、木曜21時ではなくて金曜21時の公開ライブになります。皆様にご参加いただいて、チャットでいろんなお話をさせていただくのを楽しみにしています。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。